おはようございます。スターひろじです。今日は6月16日日曜日です。今日はね、川に来てるんだけど、ちょっとルアーを試していきたいと思います。またね、ラブリーがねたくさんルアーを作ったんで、それのテストですね。テストやっていきたいと思います。で、狙いはイワナですね。で、今ね、あのこれでジョイントイワナっていうんだけど、ジョイントローリングジョイントイワナっていうやつなんだけど、あのローリングベイトで、ジョイントになってる、名付けてロリジョイ。これでね、今カメラを回す前に一匹釣れちゃったんだよね。残念ながらカメラ回ってなかった。まあ、とりあえずこれでやっていきたいと思います。ローリングジョイント、いきなり釣れちゃったからびっくりしちゃった。まさかいねえだろうと思ったらいたね。ちょっと区間はね短いけど、やっていきたいと思います。で、天気はね、今雨がパラついてるね。予報は一応晴れまでいかないけど、雨は止む予報なんだけど。で、これがね、尻尾の方、テールの方がピンクチャートになってて見やすくなってます。やっぱ源流はね、見やすい方がいいなっていうのが分かったんで、あのラブリーに行ってピンクチャート塗ってもらいました。リアルカラーはちょっとチャート使いたくないらしいんだけど、本当はまあ見やすくないとやっぱり釣りづらいっていうことで、やっぱピンクチャートついてると見やすいね。ルアーがどこにあるか分かる。ここはいないね。いいとこ入ったけどな、追ってもないね。ローリングベイトっていうのに最近ハマってるみたいで、ジョイントタイプからいろんなタイプまで今一生懸命ローリングベイトをこしらえてますね、ラブリーが。ハマると一辺倒だからな、彼女は。魚影がないね。最初は奇跡の一匹だったのあれ、魚影がない。よく釣れたな最初。多分ね、これ上に行くと魚が、魚影が出てくるはずなんだよ。今魚影がない、何も走りもしないし、追ってもない。キケケロー、ケケケケロケロケケケロケケケロケロケロ。どうだね、いないかね。おっ、違う。おー、やったやった、うそー、釣った、釣れた、いいね。あ、ああ、小さいからいいか、釣れますね。ラブリージョイント、ローリングジョイントだ、ローリングジョイント、イワナ。このイワナがね、またリアル感があるんだね。ほら、ちょっと金がかってるとこもいいね、これね。1ヒット2バラシ、今すごい追いかけてきてパクってきたね、勢いよく。おお、できた、おお、おお、おお、でかい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 、尺ある、尺ある、追ってきた、いるじゃないかよ。尺あるよ、今2回ポコポコってきたね。あれ釣ってるな、ちょっと待って、今
絡みが絡んでる。やばい、いるよ尺物。あれはなんとか取りたい。もうバレたかな、2回ガボンガボンってきたね。泡の中かな。最悪ルアーを変えて沈むやつでなんとか。うん、反応が出だしたよ。反応が、ここいないか。そこで今魚がピョーンって来ちゃうの。ピュラーってバゴーンと 20センチくらいのがバゴーンと来ちゃう。まあ、どうだ、そろそろ終わりだねこれ。魚影がなくなったぞ。来た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 。おお、まあまあでかい、まあまあでかい、まあまあでかいって。もうそうでもないか。まあまあまあいいサイズだ。顔は尺。おお、尺あんだねこれ。尺ぐらいありそうだな。おお、来たね。尺ぐらいありそうなイワナ。緩めて、イワナがイワナに食いつく。イワナに食いつくイワナ、いいサイズ。お魚を見せてくれ。横っ面もちょっと横っ面も見せてくれ。横っ面も、いいね。さあ何センチだ。31ぐらいかな。じゃじゃん、いいサイズ出ました。お、33じゃん。33あるぞ。ちょっと目が曇ってるな俺。31だと思って。33ある。33。やりました。33センチ。はい。がいいね。写真撮っとく。色は似てるよなこれ。色合いが金ゴールドっぽくて。はい、サンキュー。ラブリーミノー来たね。サンキューよ、サンキューよ。来ました。ローリングジョイント、ラブリーローリングジョイントイワナ。来ましたね。33センチ。釣れました。いれば釣れる。ジョイント
実績が出たね。釣れるね普通に。なんかもうなんか見た目がもう餌みたいだもんね、魚が。魚の見た目が、餌をぶん投げてるような感じで。よし、下手くそちょんちょんちょんってこう。スローシンキングっていうのもまたいいねこれね。沈みが遅いからなんかふわふわっとこうちょんちょんこうやってやってると餌みたいな感じ。お、来た、あ、バレた、あ、今来たよ、おい追ってきて食ったな、これで、普通に巻くとこうローリングするみたいな。なかなかいいかもしれないぞ、これ武器としては。魚にバレそうだ。あ、いる、手前に泳いでる。バレたかな、手前に泳いでたね。24、5のやつが。あー、逃げた。小さい。岩の下の大物はどうだ。岩の下の大物、いないね。向こうはどうだ。ただ巻きローリングアクション。バレてるね。おう、絡まってる。あー、逃げた。またね、そういうまたいた。絡まるね。平打ちがいいねこれ。そこに当たるとキュン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 ってこう、なんか生めかしい魚のような。これで鮎作れば面白いかもしれないな。鮎のルアーを作ればいいかもしれない。ここはどうじゃ。ここはどうじゃ。あ、いた、落ちてきた。食うか食うか。食わない。落ちてきたね。小さいけど。
普通に逆引きでも泳ぐね、ローリングで逃げちゃった。ローリングアクション、おっと、ここはどうだ。タッ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 、あ、バレたバレたね。まあいいや、25、6だね。今引っこ抜けは釣れたけど、まあいいや。釣れますわい。普通に釣れるね、いい感じだ。すごい隙間、隙間だ、隙間産業。よいしょ、ここはどうなんだ。ここは雲の巣があるが、よいしょよいしょよいしょ、あそこもいそうだね。そしてここで終わりだ。終わりじゃい。まあ尺も出たし良いでしょう。たったったった、あーバレたくそ、来たね。いいねこれ、いいよこれ、かなりロリジョイ。ここもいそうだね。いない。さあしまおうか、滝が出てきたし。それでは今日のところはこれで。いいねこれ、いいねいいね。まあ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 のね、このローリングジョイントミヨンの試験に来たんだけど、まあまあいい釣果を得られましたね。反応も良かったし使い心地も良かった。はい、これはちょっとまた作ってもらおう。ちょっとジョイントはめんどくさいらしいんだけど、まあこれもかなり良かったっていうことでまた作ってもらいましょう。ということで、ジョイントミノーの、テスト調校は終わりたいと思います。尺も出たしかなりいい結果だと思います。それでは皆さんごきげんよう。